皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士おすすめのタンパク質ベスト5をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目、卵を選びました。卵なんでいいかって言いますと、まず安いですよね。最近結構いろんなものの値上がりが進んでるかと思うんですけれども、卵もだいぶ高くなってしまったなと思います。安いとこで100円切るぐらいで1パック売ってたんですけど、だいぶ高くなってきたなとは思うんですけれども、それでも卵って1個の値段ってやっぱり数十円ですし、それでいて取れる栄養素っていうのがすごく豊富なので、高品質なタンパク源なんじゃないかなと思います。卵はですね、ビタミン C 以外のほとんどの栄養素が取れるというところもすごくおすすめの一つです。で、そして手軽に取ることができますし、いつも冷蔵庫に入れて常備できるというところもすごくメリットかなというふうに思っています。では2つ目、納豆です。納豆も常に常備できる食材で冷蔵庫に入れておくことができます。納豆はですね、タンパク質も取れるんですけれども、発酵食品ですので乳酸菌も取ることができます。その他にもビタミンやミネラルも多く含まれておりますので、こちらもなかなかスペックの高い食品なんじゃないのかなと思います。私が特に注目する栄養素なんですけれども、ビタミン K がすごく入ってるっていうのが魅力的なんじゃないかなと思います。ビタミン K というのはカルシウムを吸収した時にカルシウムが骨になるのを手助けをしてくれる、そういう栄養素になります。こういったものが入っているというところも納豆の魅力の一つではないかと思います。そして3つ目、低脂肪の牛乳になります。牛乳はですね、タンパク源ではあるんですけれども、やはりカルシウムを取れるというところもすごくメリットかなと思います。私はですね、毎朝コーヒーを飲む習慣がありますので、コーヒーを作る時にお湯も少し入れるんですけれども、ほとんどを低脂肪牛乳を入れて飲んだりしています。そうすることによってカルシウムも一緒に摂ることができますので、これもすごくおすすめの製品となっています。4つ目がサバの水煮缶になります。サバの水煮缶はですね、やはり缶詰ですので長期保存ができるというところが優れています。それでいてお手軽に摂ることができますし、あと骨ごと食べれるというところもすごく魅力的かと思います。牛乳同様カルシウムが摂れるというところと、あとは良質な油ですね、 EPA ですとか、あと DHA も摂れるというところもサバ缶の魅力の一つではないかと思います。私はよくサバの水煮缶の使い方としては、長野県の郷土料理であるうど汁というお味噌汁みたいにして飲む方法ですね、そういった使い方をしたりですとか、あとは水分を切ってフライパンの方でいってフレークのような形にして食べるといった食べ方もしています。おすすめですので、ぜひやってみてください。そして最後5つ目は豚ロースになります。豚ロースはですね、脂身が少ないというところが魅力かなと思います。また形状も薄いやつを私はよく買うんですけれども、炒め物ですとか、あとは鍋物とか汁物にも使えます。それでいて、冷凍しておけばいつでも使うことができますので、すごく使い勝手が良くて、でなおかつ低脂質、そして炭水化物を吸収するときに必要なビタミン B1 も入っておりますので、すごく豚ロースもおすすめの食品となっています。ではですね、今日はこの5つをご紹介させていただきました。この5つに共通することとしては、手軽、それでいて価格も安い、いつも冷蔵庫に入れておける、冷凍庫に入れておけるっていうところがすごく使い勝手が良くっておすすめできるポイントかなというふうに思っています。それでは今日は管理栄養士がおすすめするタンパク質ベスト5をご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。